はい、真面目ソロランク企画解体編やっていきたいと思います。スイスイスイス、配信外のやつです。たまにやる。どうしようかな。この試合は AP やろうかなと思ったけど、 AD やりますか。真面目にね、ちょっと喋りつつね。あ、音楽も流した方がいいか。まあドレイブンなんでオールインはしないようにっていうことと、まあルールなんでね、パッシブ中には殴らないっていうのが結構丸いですね。まあ、でも優しいね。これね、サポートの人ね、こう譲ってくれるの結構嬉しいんだよね。このレリックのあれを。あと、ドレイブンのこの戦うときに大事なのが、まあ、斧が2本あるかどうかっていうの結構大事で、意外と。こういう風に殴れない時間があると、こう今、斧、こう今のタイミングって斧1個しかないんですよ。なんで、このタイミングって意外と悪くない。まあレオナはね、3レベからの女の子なんで、まあ、ただソロ級なんで、こうレオナが行った時にすぐに合わせるようにね、死んだんじゃない？あ、ギリ行っちゃった。いいっすね。イグゾーもフラッシュも全部落ちた。マジレオナ強いよなこれ。これも使ったんで、ミスった。フラッシュインしようとしたのにフラッシュ出なかった。逃げるか。逃げない。ドレイブン帰ったかな。あ、ドレイブンこれ死ぬね。はい、シンプル。まあサポートに言うことがあれば、まあルールは、まあ、いいよ、適当に使わないことかな。適当に使わないことも大事ですね。あ、間に合わなかった。そんなすぐ死ぬ。でかい差なんだけど、ファーストコアを結構早めに行くのが大事で、これどうしようかな。ヨウムから行きますか。なんかね、このクリット型にするとね、なんかクリットじゃねえ、脅威行くとね、なんか強えんだよな。もう Q が強えんだわ。ここ気に入った。しばらくいようかな。だから脅威、最初の1個目の脅威と、まあコレクターで2脅威、もうそれはね、もうすごい強いの。なんか知んないけど、この肌やべ、広告入るか。でどっちもこれで、まあルールが5じゃないから1のありだね。でまあフラッシュもないし、うん、まあウルト使いますかこれは。よし、あと一発。いいね。ウルが5じゃないのを生かして即仕掛ける。素晴らしい。いい味方を引いた。あ、これやばくね。あ、ああなんか、思ったよりあんなすぐ外しちゃうんだってなっちゃった今。まあまあまあ、結局スタックないしな。でもスタックあるときに殺されないことも大事だね。今みたいなドレイブンのこのスタックが半分、4分の1になって、あれ殺したんで、まあこれはワースです。ね、これはバーサーカー行こうかな。AP 解散の動画も久しぶりに出したいけどね。なんか意外と悪くないよな、AP 解散も。なんか W がやっぱ2発目爆発のタイミング出るわ。いいダメージ出ます。でもここちょっとバリアも俺入ったし、ちょっと控えめかな。でこのまあ4分半のまあ5分のタイミング、お前が取るんかい。行くな。あ、外した。
バーナいる。バーナいるけど。もうシバーナいるんだったらドラゴンやっていいんじゃね？美味しいねこれ。このタイミング寄るかどうかだけど、まあ、ぶっちゃけなんかねこれむずいマジで。この逆サイドの時に寄るかどうか、このあとこのあともそうだけど、これね寄るかどうかねマジでむずい。俺はまあ取れたらラッキーで、ドレイブン寄ってたらごめんねって感じはある。俺はもうこのプレートを一人で食べることによって、あの全この後の試合全部キャリーするよっていう顔してるから、俺は寄らないけど、全然寄ってもいいとは思う。まあ、寄ってこのプレート全部食われて俺で本当にいいのかみたいなとこはある。俺とかもドレイブン舐めてるけどね。勝てるわけないのに。ウルトも何もいらんかった。ウィグゾもないのによく前でやったらフラッシュもないのに、考えろ。味方めっちゃ勝ってるやん。やっぱ相手と1対1するときは、まあウルトの状況、ベルの状況、まあ、この2つかな。ドレイブンでファントムダンサー初手で、なんやそれ。でドラゴンも取ってヘラルドも取ったんで、まあ、だいぶ勝ちですかねこれは。で割とね2コア入れてからバーサーカー入れる時もあるよねこれ。まあ、1コアバーサーカーが一番いいかな。多分急進化は結構マストだから、ドラゴンファイトでこれはね。アイサだけは例外でバーサーカーブーツより先に進化させてあげてって感じはある。カイサのコツはいかに、まあ5発目スタックの5個目で、何しろこれ W あったらやれる。何、まあ、スタックの5個目を意識するのも意外と大事ですね。まあシンプルなのは通常級、通常1スキー、シンプルに大事な攻撃ねこれ。ただやっぱね5スタックはマジでバースト一気に出るし大事だね。5いくやん、5いくやん君。5やね、5。逃亡者バーサーカーブーツもう順調です。これでもレオナうまかったな、普通に行ってほしいタイミングで行ってくれるし。え、まあ2個目から俺はブーツは完成させていいと思う割と。まあ、カイサならゾーニャですね。カイサゾーニャとよく合う。あ、これ。これ一旦倒してからやるか。倒してからやろう。倒してからやったらこれ試合終わる可能性あるな。ダリウス5スタック。アルティメットは？これね。え、嘘！ちょっと待って、それ聞いてない。な、ダリウスまずいね。え、そのウルトごと持ってけるんだ俺のこと。ウルトごと持ってかれちゃった、びっくりした。これびっくりです。ダリウス強、まあやっぱ5スタックのダリウスには近づかない方が悪いですな。これルルから落としたかったんだけど、ちょっとうまかったな。個性払っていこう。ダリウスとシバーナも育ってるか。あ、ダリウスでもまだ MR 行ってないし、なんかワービックのビルドやば、ワービックのビルドやばいな。見たことないビルド行ってる。 AP レシオあんのかな。なんか隙あらばこのダブルでバカで取ったら怒られんやろみたいな顔してない。で、まあ、基本はミッド押すと。まだミッド押してから
ミッドをね、押しとくとね、まあいろいろ相手はこれロストするし、いろいろいいことがありますよ。そのダリウスフォーカスしたいね。うん、これまずい。これはこいつ殴ってこれっちゃね。今のも緊急回避の方法としては大事なウルトですな。違う対象にタックを付与してあれすると。でまあロング選手はなぜかソラリチャージブレードに行ってるんで、俺もソラリチャージブレードに行きますか。移動中です。でステイシス R、 これ相手あれだね、オーバーターンってやつですな。これまず1回終わった後にリセットせずに、でこれは悲しき悲しきドラゴンですな。ダリガチ怖い。ダリが怖いね。ウルトは残しとこう。これ前突っ込むんじゃなくて緊急離脱用に1個持っててもいい。ダリウスウルトないぞ。全然ある。まだドラゴンやってて草。で大佐のこの3スキ進化マジで大事で、これねマジで1調整、アルティメット後の1調整とか、あとアルティメット切るときに結構気をつけてもらいたいのが、1スキと3スキの CD が上がってるか、まあ、フラッシュステイシスの有無の、まあ、2個があるんだけど、このスキルちゃんと上がってから飛ぶようにいきましょう。 ありがとう。このチャンピオンを攻撃。これはレオナがてくれたら、あ、死んだね。カニを食べてスタックを失うドレイブの図です。あれが稀に見る。敵のチャンピオンから退避。ダリウスの方行かないの？ダリウス強いな。俺の金は持ってんだけど、やっぱブルーザーっていうの、こういうキャラってもう強いっすね。オンのスタックはちゃんとだよね。フォアが入るときに使いましょう。で次なんだっけ、次なんだっけ、次何行くんだっけ。これ飛んでいいね。これを裏に飛んでいいよ。ダリウス投下してダリウス、ナイス。ちゃんとこうエースアッププラスウアドラキルトで、これで一応あれだね。あー、フラッシュ切ってなかったらセンタキルが、引け。うわー、ペンタじゃないの。くっそ、ペンタじゃなかった。ペンタじゃなかったよ。この後何行くんだっけ。あ、あれだ、イモータルシールド棒じゃない、モータルリマインダーだ。これがスタッツが一番いいからみたいな言ってた気がする。ペンタじゃなかった。ペンタが良かったな。あれだな、意外とあんまり毒じゃ刺さんねえなと思って毒じゃいかなかったんだけど、刺さったな。ダリウス来るよ。またちょっと飛べないな、それ。スキル、あ、
あ、飛べなかった。敵のタワーを破壊します。敵のタワーを破壊します。重そうかな。まずそう。あれ、このね、バロンとかのね、このシーソーやるときにね、この俺が押し切るまでね、違う、待ってないといけないね。ブレスに合わせて、あ、ブレス合わせなくていい。終わる？敵のタワーを破壊します。ワンチャンウルトで死ぬ俺これ。ナイス。イベントホライズめっちゃ引っかかる。終わるか。ジリーというところで、はい、完璧。いや、俺はレオナがうまかったわ。しっかりとしっかりとドライブを言わせてもらえたんでね、これは楽勝の試合でしたかね。私は戻ってきた、強くなった。いやー、ちょ、フェンタだけ惜しかったなぁ。まあ、3000。あ、でも、アニーもいいダメージで出てんね。さすが。やりますな。あるといいにしました。ありがとう。ってところで、解散でした。まあ、ちょっとあんまり大したことも、なんか大した、あれを話す。いや、でもなかったけど、こんな感じで。あ、俺のダメージグラス見てなかったか。こんな感じでね、やってみましたんで、よかったらね、参考にしてみてください。お疲れ。じゃあ、チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。バイバイ。